山肌が赤や黄色に彩られた大雪山系の黒岳。標高1800メートルの8合目付近では浦島ツツジが赤く色づき、紅葉が見ごろを迎えています。黒岳ロープウェイによりますと、今年は猛暑だった去年よりも4日ほど早いということです。明日からの3連休は標高1600メートルから1800メートル付近で色づきがピークとなり、多くの登山客でにぎわいそうです。ただ今夜上空に寒気が入ってくるため、大雪山系の山頂付近は気温が氷点下まで下がる恐れがあり、防寒の準備が必要になりそうです。